非常になんか目立つ人っていうのはやっつけられる国なんで、出る杭は打たれると言いますけど、本当に僕なんか出ても出ても打たれても打たれても出る出る出るっていう感じですけど、まあこのすこれでやっていくと本当にね、あのメタンコに叩かれちゃうかもしれないんで怖いですけど、でも、うん、みんながなんか楽しいようなことってやってみたいじゃないですか。もう僕もいい年してますから、うん、最後にできることですよ。車買ったことだって、だってもう57歳ですから、ちゃんと車に乗れるなんかあと10年しかないわけですよ。子供の頃から夢だったものをあと残り十何年ちょっとでしか叶えられないんだったら、全部やってしまえと思ってやっただけですよ。あと10年15年経ったらもうさすがに車は買っても乗ることはないでしょうし、だからいろんなことが全部つながって今になっているわけで、別に突然なんかバカみたいに車買ったとか、バカみたいに金使ったとか、バカみたいに洋服買ったとかっていうことではないんですよね。そこをなんか、いろんな人はなんか妬んだり悲願だりいろいろしますけど、そういうことではないということを口を大にして言っておきます。